はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回は低俗な決断3、日本軍プレス続きをやっていきましょう。前回、オーストラリア攻略戦、米豪遮断作戦ということで、2つの基地、ダウンスビル、ブリスベン、この2つを攻略しました。で、今回は残された最後の基地、このポートダーウィンを攻略していきたいと思います。で、ポートダーウィン攻略後はですね、まあ戦略としては一旦もうイギリス軍をね、インド方面から駆逐していこうかなというふうに思っています。で、その間、まあ、太平洋方面が、言ってみればガラ空きになってしまうんですが、今建造中のね、空母、大砲、これが1ヶ月後に、まあ、完成すると。で、残りの空母も、まあ、2、3ヶ月以内に回復してくる。まあ、建造されてくるということで、これをね、太平洋方面、特にハワイ方面へと派遣していきたいなというふうに思っています。あと、ハワイ方面何度か実はですね、まあ、アメリカ軍の空母が攻め寄せてくるという局面があって、少しばかりですね、航空機に損害が出ているので、これ航空機をご覧のように補充していきましょう。で、あと、ブリスベンとかこの辺りもですね、航空機が入っているので、一旦ここを空にして、目的としては、まずこの第一艦隊ですね。これで、敵の基地、オーストラリアの最後の拠点、ポートダービン、ここを攻略していきます。で、第五航空艦隊、これも、まあ、南雲さん、山口さんね、二人とも、大将へと、昇進を果たしてますけども、これもポートダービンへと向かわせます。で、すでに陸戦隊は、第1、第5両艦隊の方に入れています。で、ブリスベンの方に入っているこの第10艦隊、これ実はですね、第1、第5両艦隊に艦艇の、まあ、増強のために運ばせてきただけなんですけども、実はダウンスビルで、まあ、アメリカ軍の侵攻を一度受けました。なので、ここに一度艦隊を入れておきましょう。念のためにということでね、この第10艦隊、これを入れておきます。まあ、名前的にはどうだろうな。補給艦隊みたいな、名前にしておけばいいかなと思うので、まあ、予備艦隊という呼び名にしておきましょう。じゃあ、これでですね、時間を進めていきます。タウンスビル経由してポートダーウィンへと向かうんですけども、ポートダーウィン、オーストラリア軍の最後の拠点ということもあって、かなり強力な抵抗があるんじゃないかなという覚悟はね、しておきましょう。駆逐艦が何隻か、完成という報告が上がってきています。まあ、サンタクルーズ、エスピリッツサンド、この辺りを攻略したので、最前線がね、フィジーというあたりになってきているというのはあります。攻撃目標でポートダーウィン選べますが、まだ、艦爆、空襲かけられる距離にないので、ここは見送って先へ先へと足を早めていきましょう。ちなみに第一艦隊の方はね、ちゃんと全空母に、艦載機を今回はちゃんと乗せてます。では、空撃を仕掛けていきましょう。まだ41機。であれば、今回は見送って先へと一歩進めましょう。ここでね、空撃が可能になるんじゃないかなと思います。ポートダーウィンに対して、前期、発進、236機ですね。ただ、慌てて航空機乗せてるので、連動がちょっと低いのでね、戦果がどれくらいあるかというのはちょっと不明ですって言おうと思ったんですが、大戦果ですね。まず飛行場、4つあるうち3つ潰して、要塞50、削ってくれてます。ただ、守備隊が削れてないっていうのはあるのと、味方、未期間がちょっと多かったかな、というのはありますね。ポートダービンの方には、そしたら、工作員を入れておきます。まあ、今更感はありますが。もう一つの基地をね、攻撃して、始末すれば、安心して、攻撃ができるので、飛行場潰しましたね。
今回で敵の飛行場を全部潰したのと、要塞もマイナス26ということで、だいぶ削りました。ただ、守備隊がまだ多いので、敵の直縁が今後出てこないことを考えると、敵の守備隊にね、攻撃を集中していきましょう。で、第5航空艦隊の方からは、300機近い航空機が出せるはず。よし、行きましょう。これで敵の守備隊44削りましたね。空撃をかけられるんであれば、空撃をかけたいけど、さっき前機発進させてるので、ちょっとここは一旦見送って先に進みましょう。で、今夜中の23時なんで、ここも見送ります。まだ夜間にね、飛ばせる飛行機はないので。では、第5航空艦隊から敵基地に対して空襲をかけましょう。これで敵の守備隊削って、要サイドが2。このターンで決まるんじゃないかな。攻撃をしていきましょう。これで、オーストラリア占領できましたね。ちなみに参謀長は宇垣まとめさんにしてあるんですけど、この参謀長は宇垣まとめさんなのかどうか。よし、これでじゃあ、艦隊を、一度、全艦隊を、作戦に参加した全艦隊を、呉に戻しましょう。オーストラリアを奪還しに来る可能性が、まあ、あるのかっていう不安はありますけどね。まあ、ただ、第一艦隊は一度、内地、つまり呉、日本へ戻します。で、第5航空艦隊も一度呉に戻して艦隊の増強を図ります。で、心配なタウンスビル、プリスベン、ポートダービン、ここは一旦ですね、航空隊の増強を行って、その航空隊で持たせるというのを念頭に言いおきましょうか。まずは、冷戦の3、2型。まあ、200機近い航空機を配備して、敵を迎え撃つという基本戦略で、一旦ね、このオーストラリアの守備を行っていきたいなぁと思ってるので、まあ、そのように配備の方は進めていきましょう。ダウンスビルの方も基地航空隊を、まあ、増強という形をとっていきます。で、ブリスベンの方、ここも基地の航空隊を、艦艦を増やします。これでね、そう簡単にオーストラリア一帯が攻略されるっていうことはないかなというふうに踏んでます。で、ハワイ近辺には、まあ、潜水艦隊が2、あとは、まあ、ちょっと小さい規模にはなりますが、第8の航空艦隊と、第3の哨戒艦隊が入ってるので、まあ、これでね、まあ、持たせると、いうことをちょっとやっていきたいなと思います。なので、第10艦隊は補給艦隊っていう形でしっかり名前を改めましょう。予備艦隊ではない。あくまでも補給艦隊。
いや、本当に後続のね、空母の完成が待たれるというところなんですが、次の作戦をちょっと考えておくと、まずカルカッタ、ここを落として、その後ですね、まあ、マドラス、コロンボと進むと、まあ、コロンボの湾口施設が結構大きい、ドック持ちの基地になっているので、まあ、コロンボを目指すというのをやっていきましょう。そうなるとどうなんだろうね。カルカッタに進むよりもいきなりコロンボに進んだ方がいいかもしれないですね。ペナンあたりに入って、ペナンから、コロンボ。これが一番、まあ、早いというか、直線的に作戦が、できるかなという距離ですかね。マドラスから、基地航空隊の攻撃を受ける可能性があります。ちょっとそこは状況を見て、味方の艦隊戦力を考えて決めていきましょう。では、時間を進めていきます。そしたら、呉の方で、空母がおそらく一隻できたはずなので、第二艦隊、ここに空母を入れていきましょう。正規空母。飛砲。これ、大砲型の空母だと思います。なので、ここの空母の随伴艦艇を入れていきましょう。と言ってもね、まともなって言うとちょっと語弊あるかな。まともな、規模の大型艦は残念ながらないので、まあ、ご覧のような形になると思うんですが、一応これをね、第二航空艦隊という位置づけにして、機動部隊。いや、機動部隊の方が好きだな、響き。まあ、ただ、第二航空艦隊としておきましょう。で、続いてできてくる空母たちを入れていきます。アメリカ軍はハワイを越えて作戦を行うことがね、多分できないと思うんですよね。まあ、バルミやサモア経由で、まあ、オーストラリアを攻めてくるという可能性はあるんで、まあ、そういう意味で言うと、バルミラを落としてしまえば、より安心材料にはなるんですけど、まあ、今ね、そこに、艦隊戦力を割く余裕がないと。まあ、そういう実情があるので、まずは、艦隊を呉に戻しつつ、空母艦隊のね、増強を図ります。では、時間を進めていきましょはい。じゃあ、第一艦隊戻ってきましたので、作戦の報告と次の作戦の、確認をしていきましょう。さあ、さらに隣人ボスさん2万5千がつきましたね。これでまたソ連に対して、外交工作をしていきますか。おっと、次の作戦がロサンゼルスであり、サンフランシスコであり、西安か。これも完全に大本営はアメリカの本土攻撃を念頭に置いてるな。まあ、ここは軍令部総長に任せよう。優柔不断だと言われても、こちらの作戦目標は、インド方面に行きたいと言っているじゃないか。西安の攻略なんて無理だよ。そんなところするぐらいだったら、もうさっさと、早期戦争終結のため、まあ、まずはイギリスを次に脱落させるっていう意味で、コロンボを目指すべきですよね。じゃあ、まず第一艦隊の方の補給を行っていきます。まあ、航空隊の消耗も多少あるので、航空隊を入れます。やっぱ観光だよね。一番、すり減るのは。
まあ、敵に接近して魚雷を撃ったりする、まあ、手前、一番最初にすり減っていくのが観光。では、第一艦隊の方は、さっきのね、話の通り、まずは、ペナンの方に進んでいきましょう。で、一応ね、ここで燃料の補給も済ませます。で、陸戦隊も消耗というかね、減ってはいないので、減っているところだけ入れていきましょう。まあ、一部はね、減ってるは減ってるはある。コロンボを落とせば、もういよいよ残されたアメリカ軍との正面決戦あるのみという状態にできるので、まあ、そこにいかに持ち込むかですよね、早く。そのために、まあ今戦った本当に歴戦のね、第一艦隊と第五艦隊、これを投入して一気にコロンボを取ろうと。というところになります。で、第5艦隊はね、もうちょっとで入ってくるので、先に第2艦隊の方に、正規空母、大砲が入るので、大砲も入れましょう。で、大砲にも、もう早めにね、艦載機乗せて、連動を上げていきます。まあ、正規空母、大砲は、敵の魚雷一発で沈んだとも言われてますけどね。我が軍期待度。装甲型空母なので、これを投入していきましょう。これで第2艦隊の第1戦隊はいいかな。空母2隻ですね。まあ、空母は、まあ、できれば、1個艦隊あたり、4隻体制にはしていきたいので、もう2隻完成するまでは待ちましょう。で、第5航空艦隊の方も戻ってきましたね。ここはどうだ？空母の艦載機にダメージがほぼないので、まあ、ちょっとだけ回復して行きましょうか。これで一通り艦載機の補充が終われば、次の目標同じく、もうずーっと戦いっぱなしになっちゃいますけど、第一艦隊とね、第五艦隊は連携してもらって、イギリス軍を駆逐していきます。そろそろまたアメリカ軍がハワイにね、侵攻作戦、奪還作戦を展開してきてもおかしくない、頃合いではあるので、そこは、ちょいちょい注意は払っておきます。まずは第8艦隊ですね。ここの輸送船に、石油を乗せて、乗ったね、石油は。石油が乗ったら、ハワイ沖での哨戒任務に戻ってもらいます。航空機の方ってそういえば、前々回かな、水星とか設計してたと思うんですが、まだ24週間かかるか。だいぶ時間はかかりますね。先が長いですね。
で、第一艦隊がペナンにもうすぐ入りそうなので、お、ホーチミンだ。うん。独立運動が起ころうとしている。そういうことだよね。お、これで空母が、さらに、どうだい？一気に4隻完成した。いや、これはでかい。そしたら、まずは、まあ、ホーチミンの話、まあ、ベトナムですね。そこは気になるものの、まあ、予定通り、インド方面に艦隊を進めていきましょう。で、今、出来上がった4空母。心強い4空母。まず、船体としてはどうだろうな。これでいこう。運格を入れて、基本、まあ、1船体に、2から3空母にしますか。で、まあ、代わりに、随伴艦の数を上下させるっていう形にしていきましょう。これで、第1船体は、第2航空艦隊の第1船体が編成完了です。悪くないかなぁと思いますけどね。艦載機乗ってないね。ここは艦載機をしっかり乗せます。艦載機乗せ忘れという、まあ、やってはならないミスを、まあ何度かしてるので、もう見たときに、多少面倒でも、ここはやります。これで本当に、第2航空艦隊の編成完了。続いて、第2船体の方も作っていきます。第2船体もね、同じく3空母体制でいきます。で、まあ、周りには随伴する、まあ、護衛艦の意味ですね。空母の護衛です。で、第3船体以下は、もう基本的に、駆逐艦等で編成しておきましょう。まあ、脆弱なように見えて、6隻の空母が入っているので、それなりの規模のね、艦隊にはなっていると思います。あと、これで、本当に随伴する艦艇がだいぶ減っちゃったのかな。なので、空母ができても、その空母を護衛するものがいなくなってくるという状況になりそうなので、一旦、そうだな。駆逐艦とかを作っていきましょう。で、第二航空艦隊はハワイへと行ってもらいます。なので、艦船画面に移って、まあ、空母は一旦置いておいてだ。まず混合型の防空タイプ、これを作りましょう。もう一隻作りましょう。まあ、どうせ時間はかかります。で、あとはですね、随伴する艦艇なので、まあ、軽巡タイプ、従順もまあ、あるに、正直、越したことはない、というところだと思うんですが、まずは、軽巡を、作っていきましょう。ながら型を。まあ、それこそ10隻ぐらい欲しいところですよね。まあ、一個の艦隊を作ろうとすると、まあ、一個の船体に8個艦隊入って、まあ、マックス構成の場合ですね。それが4個船体になるんで、32隻っていう、まあ、すごく数的に膨大な、数が必要なので、そう考えると、軽巡とかを、まあ、ある程度ね、砲撃戦もこなせて、空母の護衛にもなってっていう、そういう艦艇が、数が欲しいというところですね。
じゃあ、刑事は今何席か、ちょっと数え忘れちゃいましたけど、相当数は作ったので、この後、駆逐艦を作っていきましょう。大淀型、防空タイプ。これを作っていく？いや、でも5ヶ月かかるか。結構かかるな。5ヶ月は待てないぞ。ちょっと違うタイプのものにしよう。駆逐艦とはいえ5ヶ月かかるか。ちょっともう一度見ます。4ヶ月で作れるものがいいな。結局、空母ができたらすぐに戦線に投入したいと思っていて、空母に随伴する駆逐艦ができてないから、空母が、まあ、出せないと。護衛艦なしで空母は出せないと。いうことになってしまうと、せっかくの空母が無駄になるので、護衛艦は、できるだけ、建造期間の短いものを使いましょう。こんなところですかね。で、あとはお金が、まあ、作戦がうまくいっている関係上、余っているというか、あるはずなので、まずは、中立のソ連。ここに対して外交費として、うわ、金が思ったよりない。もうちょっとあるかと思ってたけど、ない。いやー、船作りすぎたかな。じゃあ、これで時間を進めていきます。イタリアが。幸福。んな言い方をしたのかどうかは別ですが。マジか。いやー、こちらは戦線としてはいいんですけどね。イタリアが降伏。オーストラリアを降伏させたのに、イタリアが降伏して敵国として参戦という状況ですか。さあ、ではね、ちょっと時間、いい時間になってきましたので、タイミングもいいので、今回はここまでにさせていただきましょう。次回はですね、敵基地、コロンボ、ここを攻略して、イギリス軍をね、叩いておきたいなというふうに思います。で、第2航空艦隊はじめね、空母が続々と完成しつつあるので、これをハワイに集結させて、アメリカ軍、これとの、まあ、最終決戦に臨んでいければいいかなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。